皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、以前の動画にいただいたご質問にお答えをしたいなと思ってこの動画を撮っています。その動画なんですけども、減量中と増量中の理想的な摂取カロリーと PFC バランスについて私がお話をした動画になっています。そこにいただいたご質問で、まあ、私がね、体重70キロの男性が、まあ、減量増量すると仮定して、こういう食事内容でいったらいいんじゃないでしょうかっていうふうにお話をしていったんですけども、それに対して70キロの男性が何キロ減目標でどれくらいの期間で落としていくというような目標でお話をされているんでしょうかということで、これにお答えをしていきたいなと思います。何キロ減かと言われると、何キロ落とすっていうのは正直イメージをしていなくて、見た目で実はイメージをしていました。月に2キロぐらい落としていくぐらいのペースで、スタートはこれぐらいでいいかなっていうふうに考えて、カロリーの設定とかね、三大栄養素の設定はしたんですけども、まあしっかり力を入れてシックスパックがですね、はっきり出るぐらい、もうちょっと頑張れば下腹部に、腹筋のね下の方に血管がうっすら浮いてくる、それぐらいの体脂肪率には、まあこの食事内容で持っていけるかなというようなイメージで考えていました。まあ当然ですね、スタートの70キロ、同じ70キロでもある程度筋肉量があって、力を入れたらうっすら腹筋の上の方がね出てるっていう方もいれば、逆に一切運動してなくて70キロでもだいぶお腹が出ちゃってる方もいたりするので、最初のスタート時の同じ70キロでも体型が違うんで、何キロ落とすっていうようなイメージはしてなくて、その食事を続けてトレーニングも頑張っていけば、見た目的なねゴールとして力を入れたらシックスパックがはっきり出るぐらいで、もっと頑張れば腹筋の下の方にねうっすら血管が出るぐらいの成果は出せるんじゃないかなというふうにイメージをして、それに向かっていく過程としては、まあ月にマイナス2キロぐらいのペースで落としていきたいなというような考えで、摂取カロリー、三大栄養素というのを設定させていただきました。ただまあこれもね、あくまで目安なので、取り組む方のスタート時のね体型とか運動歴なんかによって減量のペースってだいぶ変わってきますので、あくまでも目安として考えていただければなと思います。まあ、一般的な中肉中背ぐらいの方の感じだと、3ヶ月か4ヶ月頑張ってもらえれば腹筋に力を入れてはっきりシックスパックが出るぐらいになってくるかなとは思います。個人差が大きいところなので何とも言えないんですけども、私はまあそれぐらいのイメージで設定をさせていただきました。でまあ減量期間なんですけども、どれぐらいの減量期間がいいのかなっていうふうに考えたんですけども、まあこれも人によります。あんまりきついことをせずに長いこと長期間ですね続けていってちょっとずつ落としていくのが合う方もいますし、ある程度ですね覚悟を決めて短期決戦で落としていくっていう方が頑張れますっていう方も実はいたりします。ただし月に5キロを超えるような減量っていうのはやめといた方がいいと思います。それ以上のペースになってしまうとストレスが強くなってしまって、減量が終わった後にドカ食いしてしまって大幅なリバウンドをしてしまう危険性がありますので、まあ私のおすすめとしては月に2キロか落としても3キロぐらいの間に留めておいたらいいんじゃないかなと思います。スタートの時から体脂肪があんまり多くなくて、腹筋にね力を入れて腹筋のね上の方がねうっすらこう見えてるとか、それぐらいの感じの方だったら月にマイナス 1.5 キロからマイナス2キロぐらいのもうちょっと緩やかなペースでもいいと思います。それぐらいのペースで、まあ、落としていくのが体にも精神的にも負担が少ないかと思いますので、それぐらいのペースで自分が目標とする見た目になるまで頑張るというような考えで減量に取り組んでいただければいいんじゃないかなと思います。他にも聞きたいことがあればコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。